ブレツ天皇は、日本の第25代天皇。名は発世知味噌、昭発摂ちみそ沙在孫、村、昭発摂ちみそ沙在天皇、小長屋若雀命。寒風志亡である、ブレツ天皇は、代々の天皇と、同様、奈良時代に、大海の御船によって先進された。とは、初せ列上宮。奈良県桜井市出雲の十二柱神社に、ブレツ天皇初せ列上宮跡の石碑がある。 古事記では、長瀬の列、君やと記す。父は、人間天皇、母は、春日大娘美子で、父母は共に三十慶弟姉妹である。同母姉に、たしらかの王女、立花の中王女がいる。日本初期に、男女なくして、慶子贅ゆべし、古事記にも、日族知らすべき大中力とある。人間天皇7年正月3日に立大使する。 土11年8月8日に、任賢天皇が崩御した後、大臣のヘグリマトリが国政を欲しいままにした。大友金村などは、それを苦々しく思っていた。皇太子は、物ノ明日の娘の影姫との婚約を試みるが、影姫はすでに、マトリ大臣のこのヘグリマグロと通じていた。海桜氏の歌書において、マグロとの歌合戦に敗れた大使は怒り、 大友金村をして、マグロを奈良山に中殺させ、11月には、マトリ大臣をも討伐させた。その後、同年12月に即位して、初世列上に党を定め、大友金村を大連とした。朝鮮の師匠、三国式の記述によれば、ブレツ天皇2年にあたるかのえた次年3月、和軍が、白木の長峰陣を攻めて陥落させた。その結果、 白木の第二十一代の大地魔律官が、公居している。中国の史書、領書、武帝記では、武列天皇4年にあたる、神五年4月に、新東大将軍和王の部が、正統将軍を信号されたと記載されている。なお、日本初期では、武列天皇の異常な行為を多く記している。その部分を以下に列挙する。長兄の利を好みて、法令文明メタモう しきりに諸悪を作りし、一も、善を治めず、諸国系、自ら見ざるはなく、国内の巨人、皆心、壊す。処罰を好み、法を厳しく用いた。悪事を好み、一つも良いことを行わなかった。国系をすべて観覧した。国内にいる者は皆震え恐れた。と、日本初期は評する。なお、無列天皇によるこれら悪逆非道の記述は、古事記には、 一切見られない。天皇には、子がなかった。おこしろうとして、粉がやぶを置いたという。武列天皇8年12月8日に死し,しなく崩御し、仁徳天皇からの断刑の後頭は途絶えるものの、姉である、田しらの王女と、立花の中王女が何も冒険たる天皇の皇后となり、女系の獅子を生み、また何もその獅子の後頭が、今日の皇室へと続いている。 不創略期、水鏡などに18歳とあるが不明な点が多い。武烈天皇坊、岡岩尾月旧北漁漁は、宮内庁により、奈良県柏市舞泉にある傍ら、岡岩月旧北漁に事情されている。宮内庁上の形式は山形。両号は、建造天皇の傍ら、岡岩月旧南漁に対応するものであるが、古事記には、片岡の石月、岡。 日本初期には、蕎麦岡岩月給料とあり、本来南北の区別はない。なお、この二両と高齢天皇の片岡馬坂両は合わせて、片岡三両と呼ばれる。上記とは別に、奈良県北葛木郡高陵町大塚にある、宮内町の大塚陵墓参考地では、無列天皇が、秘壮候補者に想定されている。遺跡名は、新山古墳。 慶大天皇2年10月に、笹草された。元禄元無料の際は、柏市橋平野にあった、平野3.45分が三ぎに議定され、幕末まで保護された。ガモウ君平の三両氏は、大和高田氏月山の月山古墳を否定したが、安政の三ぎ改めではこれを否定。幕末には諸説分かれて、おさ無料できず、 明治22年原料が事情された。しかし、宮内庁管理下にある原料は古墳として造営されたものではなく、単なる自然球という見解が、学会における一般的な見方で、武列の実在自体も疑わしいため、量そのものの実在を疑う説がある。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の霊が祀られている。タレントのカノヒデタカの実家として知られる、桜田山の神社は、武列天皇を主催神としている。当天皇の在位について、実態は明らかでない。日本初期に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。 悪逆非道の暴君として伝えられているが、その業績が事実であるか議論がある。また実在性そのものについても議論がある。日本初期には、上期の悪逆非道の行いの数々と共に、しきりに諸悪を作りし、数よしも治めた、マハズと評されており、暴君として描かれている。その一方で、厳格な裁判を行ったとするなど、相矛盾する記事が並存する。 この相違の背景には、血縁関係が薄い時代の形態天皇の即位を正当化する意図が初期側にあり、無列天皇を暴君に仕立てたとする説がある。事実、古事記には暴君としての記述は一切なく、大使がいなかったことと天皇の保護に縁本、火の血が後位継承者として招かれた程度しか記述されていない。また、 天皇の御名称発世地味祖左尊は、忍徳天皇の御名と、有略天皇の御名の一部を接合したもので、ここには、聖帝仁徳によって開かれた王朝が、有略の時代を経て、悪逆非道の武裂で断絶し、次の形態によって、新王朝が開かれるとする王朝交代の歴史観が現れているとの説もある。日本初期には、物ノ,ノベアカラヒの娘の影姫をめぐって、 ヘグリシンマグロと歌書きで争ったことが記され、それに敗れた大使は、大友金村に命じて、マグロを打ち取らせたという。ところが、この歌書きの場面は、古事記に、延期王が、う首の娘の大業をめぐって、志し心と争ったこととして記されている。つまり、歌書きに出てくる巫女も,女も、全く別の設定になっているのである。 いずれが現伝承かの判断は分かれるが少なくとも古事記と日本書記とではブレツ天皇の伝承にかなりの食い違いが見られており実在したかどうかについても疑問が残る日本書記によると皇后は春日上司であるが生没年不詳父母ともに未生で子女なし出自が全く不明である父が未生の皇后は 実在が強く疑われている。神武天皇、血死や津代の天皇も含めても、史上かすが上司ただ一人であり、歴史学者の前田春とは、武ツと同様に実在したのか疑わしいとしている。日本初期の表現は、王朝の終わりに暴君が現れ、これに代わって、宇徳の王が新王朝のを創始する、という儒教の革命思想によって造作されたものと、推定されている。 王神後世今後という遠い冒険の形態が即位したことを正当化するために、その前のブレッツを、ことさら暴君に描いているのである。謎の大王形態天皇、水谷千秋 P64、文芸春秋小発世チ味噌サザ天皇は、有力天皇の名である王発世に対する小発世、忍徳天皇の名号王味噌サザに対する、チ味噌サザの二つの合成からなっており、 初期では、聖帝人徳の公徳に反する無徳、大悪天皇と評された有略の暴虐性をミックスしたような反道徳的反社会的な暴君として描かれており、知性に関係する具体的な記事もないに等しく、その日カスガ上司が何者なのか不明で、子供もいなかったとする。実態の乏しいこのような人物が実在したとは、到底考えがたい。形態天皇と、 大道府、前田春と同性者、P131、ありがとうございます。